皆さんお元気ですか？菅野直樹です。今日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。そして最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日3月21日日曜日、題は挨拶は関係を深める、歌はありがとうです。挨拶は人間関係の基本ですよね。その挨拶一回一回を通して関係が深まっていく、会話のきっかけにもなっていく。知ってる人とすれ違ったならば必ず挨拶したいと思っております。残念ながらそれができない人もいるんですよね。例えばですね、顔を背けて歩いていく人もいます。気づかないふりをしてね、わざと通っていく人もいます。ある場合はですね、 U ターンまでしてですね、いやまあちょっと寂しい思いになりますが、せっかくね、その避ける時間があったらね、笑顔で挨拶して、通ってった方がね、その人も一日気持ちいいだろうと思うんですけどね。皆さん、私は人間関係挨拶を通して深まってきました。まあそれはですね、本当に一回一回のことですけれど、それが祝福である、人間関係が祝福である。自分が好きな人だけではなくて、利益を与えてくれない、あるいは不利益を与える敵と思える人でさえも挨拶してきました。聖書はこう言います。自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。皆さん、挨拶しないばっかりに関係を深められないという、でもしたばっかりにその仲が悪い人がその関係が良くなるということもあります。どうぞ皆さん、あなたとの関係も深めたいと思っています。これからもよろしくお願いいたします。最後に聖書に出てくる挨拶をご紹介いたします。シャロームです。シャローム、おはようございます、こんにちは、こんばんは。その他にも意味があるんですね。平和でありますように、平安でありますように、健康でありますように、あなたが満たされますように、知恵が与えられますように、救われますように、勝利しますように、もういろんな利益があなたにありますように、そういう意味が込められています。互いにそんなご挨拶ができたらいいですね。シャローム。ヨハネ 20-21、 イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。これがシャロームって意味です。ヨハネ 20-21 です。出会う人とまたそんな素敵な関係を、そんなご挨拶を通して深めていこうじゃないでしょうか。ありがとう。ありがとう、素晴らしい恵みを、ありがとう、常しえの命をいつも共にいてくださる、最後までご視聴いただきありがとうございました。素敵な一日でありますように。シャローム。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。